こんばんは、日常演武です。本日はカール2種類を食べたいと思います。カールってな、昔は全国販売されてるんですけど、現在では一部の地域でしか販売されていないっていう話があるんですけど、合ってました。レンガ2種類しか知れなかったんですよ。自分が変えてるということは西でしか出てないのかな。それはとにかく今回はこちらのチーズ味と、自分も初めて知ったらこんな薄味というのも出てるんですね。まず初年代のプリント味の方から食べていきたいと思います。と、薄味、風味豊かな和風だし、どういう味なのかな。では見た目はチーズ版と変わらないですね。では果たして味はどうなっているのか、いただきます。昔懐かしいサクサクという心地よい音が、何年も経った今でも相変わらず口の中で響いてきて美味しいなぁ、これ。もっともっとサクッと食べたいけど、今はもう日本中で販売されていないっていうのが本当に残念。あら、なんか今日この日はカメラのフォーカスが悪いんだよね。なんでなんだろう。だけどなかなか食べてると調整ってしにくいんだよなーって。独り言の愚痴はいいからって感じですよね。はい。だけどチーズの味の濃厚な美味しさを味わった後に気になる薄味を食べると、これはですね、美味しいです。どのように美味しかったのかはこの後さ。ごちそうさまでした。カーンというのは本当に名前の通りサクサクと軽い食感が持ち味のお菓子だとは思っていました。改めて食べてみて、さらに間違いなく昔懐かしい心落ち着くお菓子になっているなというのを実感しました。その上でなんです、定番のロブシのチーズ味は噛んだ瞬間にサクッという音とともにチーズの濃厚な旨味がぶわっと広がってきます。一方で薄味というのは薄めなので、そこケチンと強烈に口の中でブワッと広がってくるようなことはないのですが、その分食べていくとどこか心安らぐホッとできる安心した味わいになっているなと思います。なのでチーズの濃厚な旨味が好きなのであればチーズは当然ですけど、ホッと一息つける昔懐かしい和風味を楽しみたいのであれば薄味がおすすめです。今回食べたサラと自分も定番のチーズ味も良かったのですが、薄味の方がよりサクサクと食べ進めることができて、あっさりとした後味で心を落ち着かせてくれて嬉しいなと思ったので、代表として4点とさせていただきます。それでは七福神参り、ロケットを撃つかな。この空にロケットを撃つのもいいんですけど、あなたにそんなことできるのかって突っ込まれそうですね。というわけで本日はカール2種を食べ比べてみた動画でしたが、あなたはどちらが気になりました？コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演武終演。